一イージス・アショアについては、ブースターの民間地落下やコス,トコスト、そして導入期間、何よりも県民の反対の声を受けて、白紙撤回した防衛大臣の判断を歓迎したいと思います。沖縄から見ると違和感もあります。今回のイージス・アショア白紙撤回にあたっては、変更にコストがかかり、期間も今後10年以上かかると言っています。 一方、沖縄・辺野古では、軟弱地盤が見つかっても何兆円かかろうが設計変更する、安倍政権は一日も早い普天間の返還と言ってますが、96年の鎖国合意から24年も経過し、今後十数年かかる工事を強行しています。沖縄では2018年11月、岩国飛行場拡張工事などを参考に、辺野古新基地について、公費は2兆5500億円、工期は13年かかると試算しています。 戦後岐阜や山梨など、全国から米海兵隊が沖縄に移転され、新たに強制接種して建設された広大な在米軍基地、海兵隊、在米軍基地に集約され、今日に立っております。本土だと、国民の声が政府に受け止められ、防衛上必要といったものが撤回されますが、沖縄だと、県内世論がどんなに強くとも、 各種選挙や県民投票で民意を示しても、政権は沖縄の声を聞こうとしないのが現状です。沖縄県内には、秋田山口では反対意見を聞くのに、沖縄無視化と、ダブルスタンダードの根底に、沖縄差別を指摘する声もあります。イージス・アショア同様、辺野古新基地建設も見直すべきです。去る7月2日、これまでも辺野古新基地建設問題について、 技術的検知から提言してきた地質学と応用地質学等の科学者や技術者からなる沖縄辺野古調査団が普天間飛行場代替施設辺野古新基地における護岸の安定性に関する解析の要請を防衛省と技術検討会に提出しました。同要請書は皆さんに配布しております資料のように震度1ないし3度の 地震が生じれば、小浦湾側の C1、C2 以外の護岸が崩壊するという衝撃的な解,説解析結果を受けて、防衛省による検証を求めるものです。この衝撃的な解析結果は、7月3日、地元テレビニュースや新聞等で大きく報じられました。辺野古埋め立てについては、昨年1月に地盤についての報告書が作成され、 同時に安倍総理が初めて公式に大浦湾の軟弱地盤の存在を認めました。これを受けて昨年2月には技術検討会が始まって、昨年11月の第2回検討会で、唐突に軽量盛り土、SGM 工法を導入することになり、ようやく位置を下回る円弧滑りに関する作用体力費を確保できた、できると計算できたわけです。今回の辺野古調査団試算でも 丸8ページに示してあるように、SGM を施行しない、施行しない場合、採用耐力比が1を超え、護岸の安定性を確保できないという結果が出ています。SGM を導入しない昨年1月の報告書の施行方法では、特に南弱地盤の真上の C1 護岸は安定性が確保できないということでよろしいですね。防衛省、村岡審議官。 お答え申し上げます、えー、昨年1月の報告書におきましては、検討対象となったキャンプ・シューブ北側の護岸等が安定性を満足し、施工が可能であることの確認を行ったものでございます。この段階においては、ご指摘の軽量盛り土工法であります SGM 工法、これを用いることを前提とはしておりませんでした。その後、沖縄防衛局におきまして、昨年1月の報告書を踏まえつつ、 地盤改良等の具体的な設計等の検討について、これまでの土質調査等の結果をより詳細に整理、分析した上で、有識者の知見も得ながら、より合理的な設計施工を追求し、技術検討会にてお示ししてきたところです。この結果、一部の護岸の背後におきまして、軽量盛リドを用いることで作用する荷重が低減し、 サンドコンパクションパイル工法による地盤改良の幅が小さくなるなど、より合理的な設計施工等となることから、軽量盛り土工法である SGM 工法を採用することといたしました。昨年1月の報告書につきましては、それまでのボーリング調査の結果を踏まえまして、護岸ごとに代表的な土の層のモデルを作成し、護岸の安定性の調査等を行いまして、 護岸等が安定性を満足し施工が可能であることを確認したものでございます一方技術検討会における地盤改良の具体的な設計等の検討につきましてはより合理的な設計施工とするためこれまでの土質調査の結果を土の層の3次元モデルを作成するなどより詳細に整理分析した上で海底地形及び地層構成などをもとに それぞれの護岸において設計工区を設定し護岸の安定性の調査等を行っておりますどちらの検討に行きましてもキャンプシャーブ北側の護岸等が安定性を満足しまして施工が可能であるという結論には変わりございませんよい与野一君まあ条件が違うと言っているようですけれどもいずれにしろこの2つとも安定性に欠けているというのが今回の辺野古 の皆さんからの指摘ですオーラワン、まあ、皆さんお,お示しのように、黄色いところが軟弱地盤、深さは90メートルまで軟弱地盤、しかし地,地盤改良できるのは80メ70メートルまで、その人はぼよぼよの地盤が残るわけです。オーラワン側は広範,広範な軟弱地盤の存在とです、ね、複雑な海底地形によって、従来の施工,施工方法では安定性を確保できないこと、明らかです。7月2日付の陽性症 要請書では調査団は震度1以上の地震で少なくとも C1 の1の1、航空は完成時に崩壊する危険がある。震度2以上の地震で C2 航空以外の護岸は完成時に崩壊する危険がある。震度3以上の地震で少なくとも C1 の1の1、航空は施工時に崩壊する危険があると結論しています。配資資料12の資料のに 表には、護岸の滑り安定性調査結果と地震による影響を示したものです。大浦湾の C2 護岸以外のすべての護岸が崩壊する危険性を示しています。配布資料13のように、過去10年間で、近くの豊原で観測された震度1以上は年に6回、震度2以上は年に1回、震度3が3年に1回発生しています。極めて深刻な状態と言えます。 防衛大臣、円弧滑り解析のソフトによる安定性調査で、このように極めて危険という結果が出ています、防衛省としても検証すべきではありませんか河野防衛大臣。 国土交通省が監修する公安の施設の技術上の基準、等解説に基づき設計を行うことによって、必要な耐震性能を含む所要の安定性が確保されることを有識者で構成される技術検討会にお示し、ご確認をいただいているところでございまして、問題があると考えておりません。いや一君、えー、配資資料料ののですがこの資料3及び図 は、このソフトを使って、水平振動を0.01ごとに増やして、C1 の1の1の作用体力比を求め、グラフにしたものです。この作用体力比、1を超える水平振動について、部分的に拡大したものが下の図です。その中で,です、ね、震度1というのは、水平振動0.9ガル、震度2が3.1ガル、震度3で9.5ガルガルです。 まあ、一般的にですね、防衛省が公安基準で、塩固滑り解析における水平震度による影響を考慮しなくてもよいことになってますけれども、震度1や2で護岸が崩壊するという結果が出ているからには、防衛省としても塩固滑りにおける水平震度の影響をしっかりと解析すべきではありませんか。村岡審議官お答え申しし上げまます護岸の安定性につきまして 国土交通省が監修します港湾の施設の技術上の基準道解説に基づき、性能調査を行っているところでございます。具体的には、レベル1地震動に対しまして、護岸の活動、転倒、基礎地盤の支持力、これにつきまして、安定性を確認をしております。また同様に地盤の安定性につきましても、基準道解説に基づきまして、円弧滑りによる性能調査を行い、安定性を確認しているところでございます。 このような性能調査の手法につきましては、東京国際空港や那覇空港といった他の事例においても、同様の考え方を適用しているものと承知をしておりますが、これまでに委員がご指摘されたような懸念が起きたということは承知をしておりません。 普天間飛行場を代替施設建設事業における護岸につきましては、技術検討会におきまして、有識者の方々のご意見をいただきながら、基準どう解説に基づいた上えで、他の埋め,立て埋め立て空港等と同様の手法で検討を行いまして、適切に護岸の安定性を確保する設計になっているというふうに考えているところでございま八葉陽一君。 公安基準では、地盤の滑り破壊については、地震などのない永続状態の性能しか求められていないことは承知しています。えー、皆さん配布している丸14の図にあるように、この図の中のです、ね、青い部分、いわゆる軽損あるいは支持力、回転、まあ、滑りなんですけれども、この部分だけが部分的に計算をされます。しかしです、ね、地震で地盤がもし崩壊するとすれば、 当然護岸全体が崩壊しますえですから、えー、公安の基準でですね、えー、その計算や支持力、滑りは、それは沿っているとしても、その基準に沿っているとしても、護岸全体が壊れてしまえばですね、えー、結局元も、もとも、何もなくなってしまう、そういうことなんです、つまり、工事は自然を相手にしているわけで、それぞれの地質のや地形の特性を考慮した設計をしなければなりません。 今回の使用されたソフトの検証資料によると、一般的にです、ね、修正フェルニュス法の円弧滑り解析ソフトは、いわゆる永続的常時のチェックと、それから地震時のチェックができるようになっています。えー、今回、私たちがです、ね、私はなぜあのそういうことを言うかと国務省からもこの件について聞きました。でな,なぜその今のののの施設の技術上の基準をどう解説で地震 地震時の,です、ねえーそのえー、検証がされてないのか、いわゆる円弧滑りがされてないのかというと、これまでにこのような滑りが起こしたことはない、崩壊がないということはしょ、ということです、つまり本来ならば普通は起こらないんですよ、でもです、ね、ほとんどのところは水平なきれいな地盤の上に埋め立てをしています、だから動くときは水平にみんな一緒に動くんですよ、この飛行場自体がね。でも今回ははこれは違う 全く違う形の、えーそのえー、この中にありますけれども、いろんな地層があって、それで軟弱地盤があるで、そこで円固滑りを地震に即して計算すると、ものの見事に崩壊してしまうというのがこの結果なんです。やはりそのことをです、ね、無視して先へ進んではならないというのが、この技術検討会の定期です。これは防衛省がやるるべききででですすつまり実際できるんですからね、えー、少なくとも 今のまま進んでも最終的にこれはできない、使えないものにしかならない、そのことを確認しなきゃいけないんだろうと思います。えー、大臣、少なくとも、ね、C1 の1の、1航空のです、ね、震度1から3程度の、えー、地盤のです、ね、安定、地盤の沿行すべの安定しようさを、その地震に即して検証して、結果を公表すべきではないかと思いますが、いかがですか。河野防衛大臣 繰り返しで誠に恐縮でございますが、国土交通省が監修する港湾の施設の技術上の基準等解説に基づき設計を行うことによって、必要な耐震性能を含む所要な安定性が確保されることを有識者で構成される技術検討会にお示し、ご確認をいただいているところでございますので、ご指摘のような検討を行う必要はないと考えておりますいや、要一君。いや、完成後にです、ね、震度2程度で護岸が崩壊する。 ほとんど崩壊するというようなです、ね、そういう完成時安定解析結果は、ブースターのです、ね、落下どころではないんです、そのことを皆さんはしっかり受け止めるべきだと思います。ですから、これ、なぜそ,のそういうことが今、行われてないか、そのし、えー、振動に対しての、地震に対しての対処ですね、それはもう起こらないからです、普通は。そういうところしか埋め立ててないんですよ、でも皆さんは無理な埋め立てをしている。 軟弱地盤の地盤の改良もしないまま、あらいろんな形のこう、えー、地層が重なっているところをやっている、そのことをきちんと、えー、専門家は指摘しています。やはり大臣、辺野古新基地建設計画は、再考すべきではありませんか河野防衛大臣、そうは考えておりません。 弥生一君まあ引き続き、このことを追及していきますが、次にジュゴンの鳴き声が確認されたことについて伺いまジュゴンがその何度も今回、鳴き声がえ確認をされております、そして現実にえ辺野古の深い海にやはりきちんと生息しているのではないか、そしてそこでえ餌をえ食べているのではないか、そのことがあの委員会でも指摘をされております。 これまでもです、ね、ゴ言の名音が記録されるのは、工事の休日が多かったんですけれども、本年4月以降、特に工事中断期間中のゴ言の名音調査など、ゴ言の生息状況の結果はどのようなものでしたか。辰巳政策立案総括審議官水中録音装置の本年4月以降の録音データについては、現在分析中です。 他方で,です、ね、そのジュゴンの可能性が高い銘音が確認されて以降、環境関心等委員会の指導助言を踏まえ、オーラ案とその周辺におきましては、従来よりも範囲を拡大して、ジュゴンの生息状況調査を行っております。これまで、まあ、6月まででございますが、海藻モバの利用状況調査において、ジュゴンのはみ跡は発見されておらず、まあ、航空機からの生息確認調査においても、ジュゴンの姿は確認されておりません。 引き続きです、ね、環境監視等委員会の指導、助言を得ながら、ジゴンの生息状況の把握に努めていきたいと考えております八重洋一君。これまでのです、ね、調査のエリアが深さが限られている、それから、まあ、その方法も限られているということがあったと思います。5月の同委員会ではです、ね、委員から、ジゴンがオーロワンの中を生息場としている可能性も考えられるという指摘もあります。 大浦湾をジュゴンの生息地として認定して、環境保全図書に記載された影響評価を含め、ジュゴンの保護のあり方を抜本的に見直すべきではありませんか。辰巳総括審議官本年5月の環境等監視委員会におきましては、ジュゴンの可能性が高い銘音が検出された後も、ジュゴンの姿や、 えー、はみ跡が確認されておりません、こういう状況を踏まえ、えー、状況を説明した上でえで、ー、委員の方委員会、委員会におきましてはです、ね、オーラ案をジュゴンがどのように利用しているか把握できるよう、引き続き調査、検討を指導するよう助言をいただいたところでございますいや,いやお一、よういち君。時間が参りましたので終わりますけれども、ぜひですね、えー、防衛大臣においては、えー、今の先ほど指摘した、あ極めて危険な状況、 をぜ,ぜひ解決していただくことをお願いして終わりたいと思います本件に対する質疑はこの程度にとどめ、本日はこれにて参加いたします。